アジングでもしますか。久しぶりするな、アジング。冷たいですね。ちょんちょんちょんってちょっとなんか来そうやけどね。味が欲しいね、味がね。来た？何が来た？うわ、あ、それなんこれ、アラカブ？アラカブやん。でかいね、ハラパンアラカブやん。なんか触れとったけど。ちなみにそれなんですけど、どう？あ、サバです。サバ。今日はあれやね、石台じゃないって、石垣台か。石台じゃない、簡単なんやけど。ハラパンやね、でもそれ本当ね。あと、お、なんか来た、なんか来た。お、な、あー、あー、カマスが。あ、マジで？もうそのまま外に投げれるやん。そうね。外にダッシュ行ってくるけん。よいしょっていい？うわ、嘘。とっとてあじ。あ、鮫島さん。大きくしあけんね。はい、鮫島さん。森使ってからね。釣れた。アジングできんやん、こんな釣りよったら。すごいよね。あ、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。投げてくるけん。はい、行ってらっしゃいませ。あ、やっぱ内側釣れるじゃないですか。お、ドラガー出よう。何？いやいやいや、何これ。すごい。サバですかこれ。いや、カマス。あ、ちょうどいい。めちゃめちゃちょうどいい。おお、こんなちっちゃいのおるった。これちょうど俺がその鳥居。はぁ、いいですか。いや、いいよ。やった、ダッシュでしょ。じゃあ師匠にもハミあげますから。昼でも釣れるんですね。うわ、すごい。いや、意地悪しろよ。すぐそこやろ、乗れたって。もう鮫島さんにも出るようになった。鳩箱時代意地悪。俺の中ではそれまだ普通やけん。ちょっと上に登ってきていいですか、ダッシュで。お邪魔します。これ釣れそう。おー、カマスの泳がせ釣りになりました。ここに泳がせましょう。よー、釣れたな。なんで飛ばんと、こんなに。これが用意したカマス。そうです、そうです、念が入ってますからね。息がいいけんだ、このカマス。あー、息がいい。ほら、息がいいもん。見て、バレたいいね。バレてもまだ楽しい時期かな。楽しい。バレた。一応ほら、泳いでますよ、カマスが。食ってくださいって言わんかい。小さな親切、大きなお世話やったですね。うわ、すぐ釣れるんやないですかね。あれ来たでしょうね。カマスが釣れる時に味が来るとちょっと辛いけど、キープ。うわ、でっかいね。それでっかいね。走り寄るわ。おばさまやん、おめでとう。大きくなりようやん。堤防を走る女、アクアマン釣れるでしょうか。うわ、カマスや。昼にカマス、いいね。これ夜釣る必要ないやん。ないですね。やった。ほい。やっほー、泳がせ。泳がせ、息してますか。風で押されるとかやね。なんかラインが張っていきようね。師匠、それいいサイズですね、形が。入りました。皆さんどうですか。アクアマチ、ハトバコウチ、そしてサメ島。泳いでますね。どう。鮫島さんがつけたら釣れるかも。お尻らへんがいいな。お尻ちょっと持ち直します。はい、ごめんね、贅沢言って。ちょっと待ってくださいよ。あ、釣れました。ありがとう。釣れますように。そしたらね、頭が白い鳥がさ持ってってさ。マジで。ついとっちゃうもん。どこ。ほら、爪のガシって握った音。鮫島さんの元気がいい、これ。なかなか来ませんね。もうさばきよっちゃけん。ほらね、青物よりね、カマスの方がよっぽど美味しかったりする。言っちゃった。そして、今日はここ、泳がせの鈴木です。一体どうなるでしょう。今日は天気もいいし、貸し切りかな。今日はカマスがいませんからね。さあ、何しよう。まずはタモからでしょ。ジンクスで忘れませんけど。これもせないかん、今年は。何から行こう。ちょっと海の様子見てこよう。わあ、いいね。今日は天気もいいし、そこまで寒くないぞ。冬の海って感じですね。おらんね。およ。向こうからゆたーっと歩いてきよう人がおる。あれは誰だ。あ、パッカンしよう。持ってきてないやろ。持ってきてないね。とりあえずジグ
投げようか。ミンちゃんね、目がいいね。幻覚って噂があるけどね。泳がせは？泳がせ。カマスおらんもん、ここ。去年の年末から寒い思いしよったけど、今日初めて暖かいね、なんか。いや。釣れたら勇気にタモ持ってきてよ。そこに着いたようですよ。しゃくってみましょう。1、2、3。ダメや。ちょっと重いのに変えよう。次はタングステン50で行こうと。やってみます。飛ぶ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 。これ潮止まりじゃないと全く当たりがないよ。変わった動きのする方をしましょう。一回投げて、はい、落ちました。落ちたと同時に向こうに歩いていきましょう。しゃくり幅を長くします。 100m をしゃくれますね。これはあの角に行きましょう。ゴール。それではここら辺にありますので、ここからしゃくってみたいと思います。なと思いますけどね。はい、持ってきそうね。これ何これ、いろいろしようと思って。釣れてる？釣れてるな。なんか潮スカスカ、風がめちゃくちゃ吹いてきよう。めちゃくちゃ吹いてきようよ。これさっきと全然違うやん。ここから投げて向こうまで歩いてって、しゃくり幅を増やす。 100m 以上歩きましょうか。これ釣れたらいいけどな。いくらさんはあそこにいます。ここら辺に投げました。そしてしゃくりたいと思います。堤防の左側に投げましょう。はい、落ちた。歩いていこう。 50m ぐらいは歩きましょう。よし、着いた、ゴール。それではしゃくりましょう。今度なんか抵抗が、フリーホールしましょうかね。いい案だと思うんですけどね。お今なんかコツンってきましたよ。いけるんじゃないか、この釣り方。ちょっと重みがあるの、もしかして来たかもしれない。釣れた？もしかして釣れた？なんか釣れた？300m で届かないの、これ釣れたんじゃないの？来たよ。コンコン鳴ったよ。なんか重みを感じます。この釣れない海でジグでいろんなやり方を試して、何が釣れたんでしょうか。来ますよ。あ、これは釣れとるね。来た？来ましたよ。いいが、マークのが来そう。来た来た。黄色い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 。なんだあれは。来ましたよ。うわー、すげえ。こんなに苦労してカサゴ。こんなに苦労してカサゴです。来たよ、ほら。うわ、グリッと食っとん。2回ぐらい合わせておけんですね。釣れん時の海で釣れる方法って言ったらね、しゃくり幅。ありがとう。まだ釣り方の名前は決まってないけど、カサゴは釣れたっていうことで。いけるかも。軽くちょっと教えておくよ。150m以上巻いて投げます。思いっきり縦に投げます。しゃくり幅が増えるわけよ。俺の話聞きよった？魚が向こう向いておけんさ。うん、こっち向いておくかもしれない。そう、わからんじゃけど、ちょっと釣りしっぽく言って。でも体の健康のためいいと思うよ。おじいちゃん釣りかなんか。お散歩釣り、なんがいいかな。なんかかっこいいのがいいね。ウォーキング、ショアジギング、ウォージギング、ウォークフィッシャー、ウォークフィッシング、いいね、これでね。うん、こっから投げて、思いっきり投げて、水面について歩き出す向こうに。ウォークフィッシング、覚えた？そう、ドヤ顔で言われても。お、来た、ほら、見て。あらかなんか来たかもしれん、突然。ウォークフィッシングに。あ、苦かった、もう。ウォークフィッシング。サビキモット？あ、マジで貸して。セリアの、あ、セリアの？こんなのあるって。今セリアってすごいね。日本しかついてるのはサビキ。釣れるかな、この日本だけで。一応下にブラックリつけてます、重りの代わりに。よいしょっと。さっきのに来た。来た。下の方で食ってきましたね。あ、一応かかりますね。うわー、出たベラだよ。コベラ、これでもいいけどね、時間かかるっちゃうね。これダメだ、これアジコがおらん。全然ごくしないさ。トコビってどんな記念日これ。あ、できた。ドラゴンだよ。フィッシュフードにドラゴン出ます。来たよ。来た。マジ。はい。お、来た。ほらほら
ほら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 、来た来た来た、おわ違う、おわほら言ったよ、ほら。すごくないですか？すごい、すごくないですか？